最強決定戦、現在114,893位です。ははどうも、プラスミナバー芸人の大野孝也です。よろしくお願いします。わなちゃんです。よろしくお願いします。集中やるです。まあ間違いなく最強ではないね、もう僕はこの時点で間違いないです。はい、もう決まっておりますということでございます。さあ、今日はですね、まあ、この選手、もうサムネ見たらわかりますよね。出してると思います。この選手を使っていきます。はい、セレクション柳田選手でございます。ありがとうございます。まあ、この柳田さんですよね。やっぱり現役で最強の選手ってギータちゃうっていう。まあ、なんでかというと、ミパ AA で走力も A ってことで、もうこれ、もう完全オール A 柳田さんなんですよね。そう、これがね、もうギータが好きな理由ですね、僕は。はい。で、アーティストで、まあ、趣味の査定はね、ちょっと辛いですよね、と。うん、まあ、ちょっともう DH かなっていう感じはしてます。今日はライト守らせますけども、まあ、普段は DH かなと。で、アーチ、広角、存在感。この存在感がね、アーチ、広角はいいんだけど、存在感が出たとしても、まあ、ミート、ショーアップってことでね。まあ、どうせやったらパワー上がるノリが欲しかったかなって感じがしますよね。ですね、まあ、ギーターですね、今日、がっつりやっていきます。もちろんね、ギーターはガチオーダーに入りますね。まあ、今日、打感も調べますけども、まあ、間違いなく打ちやすいでしょう。ホームラン何本出るかなということでございますね。早速いきましょう。わわわ、4割8分6厘のちなつちゃん。さあ、やっていきましょう。1番バース、ヤン、ドヤンですね、これ。完全にドヤンだと思う。1番バースできたか。さあ、今日は柳田さんの動画なんですけども、まあね、このピッチングをやっていくと、しっかりとね、お見せするよって形でございます。よろしくお願いします。まあね、僕ね、おとといに、2024年後半戦の大会、全部リボン取るよ宣言いたしました。まあね、その生放送まだ見てないよっていう方はぜひ見てください。アーカイブ3時間残ってますと。オーダーの確認等やっておりますので、ぜひね、3時間の熱い生放送アーカイブ見てくださいと思ってくださいね。まあね、ほんとね、多分予定では、そこでは話したんですけど、予定では、まあ多分、8月にオールスター杯来るんじゃないかなっていう、8月の初めの方、多分お盆前とかかな、まあ来るんじゃねえかな。去年そのダルチャレがあった時期に僕は多分来るんじゃないかなと思っております。で、スピーリーグは9月かなっていうふうに思ってます。まあ去年が9月の、前半、もう本当に、最初の方だったんですけども、多分そこら辺にスピーリーグが来るんじゃないかなというふうに思っておりますんで、まあ、スプリーグもバチバチ嘘でしょう。なんで嘘や、待つよこれは、まあ、9月はスピーリーグですよね。で、10月に多分パリーグ杯、セリーグ杯、タイブレーク杯とか来ると思うんですけど、嘘、ありがとうございました。さあ、2試合目ですね。いつもならね、本当は待つんだけど、ああいう時ってちょ、この後用事あるんで、もうサクサク行きたいんでね、ちょっとさせていただきましたと。まあさっきの続きだけど、10月にパリーグ杯、セリーグ杯、タイブレーク杯があるという感じでございます、多分ね。で、そこで僕はもう宣言してるんだけども、パリーグ杯で出ます。パリーグ杯3度目の正直ですね。3度目の正直で、まあ、パリーグ杯のリボンを取りに行くと、これもう獲得必須です。で、もうね、前回のパリーグ杯は余裕でボーダー超えたんですよ。リボンのボーダー超えたんですけども、なんかなぜかステイせずに暴走した結果、ボーダーを下回るっていう、まあ、失態を犯したんで、今回はもう、あ、ここら辺でいいかなってとこあってのもステイすると思います。ステイウィズミーします。なので、まあ、ちょっとパリーグ杯の、まあ、リボンは絶対獲得必須ですね。で、12月に多分ね、チーム魂杯とテクニカル杯があると思うんですよ。まあ、そこでがっつり、チーム魂杯で日ハムで出ますと。スピリーグは西武で出ますけど、チーム魂杯は去年のリベンジで日ハムで出させていただきますというね、昨日はリボン獲得宣言させていただきました。まあ、全部取るために頑張ります。よろしくお願いします。さあ、ちょっともう喋りすぎたんでね、もうちょっとここからちょっと柳田さんの打席に集中しましょう。1番はもちろん糸井嘉男です。僕の1番は糸井嘉男か大谷翔平、まあガチだったら大谷翔平だけど、動画用は糸井さん。最高。このさ、大野雄大さんはね、もう守備見切られてるよね。
いいね、このセンター前が綺麗だね。さあ、柳田さん、特能出る、広角存在がいいね。まあでも、そんな能力上がってないな。まあ、行こう。さあ、まずギータのなんか後ろ髪変わった？髪型変わってない？なんか。後ろの髪型が変わってる気がする。なんかちょっと、パッツンになってない？なんか後ろ髪パッツンみたいになってる。え？さあ、集中、ギータ。もうね、この広角出てるんで、外角にはやっぱ投げてこないよね。やばいやばいやばい、何が王の雄大打てるだよ、打てねえじゃねえかお前。さあ、まあ正直岡本さんでホームラン打って次の試合行こうか。もう柳田さん回ってこないんで。いや岡本和真もうこの前の動画からずっと打ち散らかしてる、めちゃめちゃ打つ、まあ最近ね、これも打ったか。もう次の試合行くわ。いや、パン1万公式来たよ。パン1万公式。怖いよ、これ。パン1万公式932。さあ、3試合目ですね。ちょっとパン1万公式めちゃめちゃ強い方来たんで、ちょっとガチでやるわ。ちょっとさっきの、ちょっと続きなんだけど、今ね、ある YouTuber にハマってて、終わった小野寺さんっていう、YouTuber いるんですよ。女性の方なんですけど、その方の YouTube は結構面白いです。さ、ヤニカス女のモーニングルーティーン、平日ルーティーンとか見てるんで、結構面白いですね。めちゃめちゃなんか、やる気なさそうな感じの、なんか、感じの人なんですけど、僕好きっすね、あの人。めちゃめちゃ面白いです。普通に見てます。さ、めちゃめちゃ面白いですね。さあ、ぜひぜひ、見てください。まあ、こっちのね、もう柳田さん来たんで行きましょう。終わった小野寺さんマジでいいな、好きだなあの人。さあ集中、最高リーダー。ここね、やっぱホームラン打ちたいよね、やっぱりギータの動画なんでホームランは打ちたい。 OK、 スプリット、グルンとかスプリットかな。いやー、ちょっとさ、捉えてるけどギータ赤い。さあ、これ何試合目だ、もう3試合目4試合目結構やってるよね。さあ4試合目か。まず柳田さんで打たなあかんよとねいうことでございます。さあ、バッティングいきましょう。さあ、5点取られたということで、藤川球児がグランドスラム打たれるという緊急事態。はい、さあ取り返していきましょう。めちゃめちゃ強い方だよこの人、赤が。まあここはね、ただ5点取られたら6点取ればいいよっていう話なんで、全然行くよっていう話です。さあ、柳田さん行こう。さあ、アーチ広角いいよ。77の92を切り込む。さあ、ギータでホームラン打ちたいね。おいーバモーバモーギータですギータおいーバモーセクション、ウォーカムジャスウォーカムジャスウォーカムジャス。さあ、2回裏6対3。もうこの試合最後にしようか。白熱してるんでね。もうこれちょっとガチでいくわ。ストライク、バッターアウト、超奪三振切った。さあ、ギータ最後。もう一本ホームラン打って終わろう。で、勝つぞ、この試合。集中バモ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 。さあ行くよ、さあ行くぞ、勝ちに行くぞ。あん、いやん。